はい、ではまずカルダックをね探索していきましょう。あちこちにもう火が燃え盛ってて、あのリアクションもちゃんと用意されてます。出ましたね、このシドっていう人、 FF シリーズ共通の、ね、あの、まあ、キャラですけど、どうやら、ね、隕石から魔物が登場しているということらしいですけど、敵か味方か。古代図書館ってね、あの家なのかな。まあ本を枕にして寝てるような人もなんかいそうだけどね。学者が集まるくらいだから。ジャコール、いや火はおっかないですよ。はい、安売りねされてるっていう、はい、行ける場所がなんか限られてますね。火の力でディフェンスされている。今んとこ消費アイテムは大丈夫か。じゃあよし、じゃあ何か買っていきましょうか。ね、価格はちょっとおかしいですね。なんか値引き何割か値引きされた後のなんかスーパーのあの価格みたいだね。一番高いじゃん。ハンマーだからまあバーサーカーしか装備できねえけど。お前らスマゴクだ。ちょっとスーハミと仕様が違いますね。スーハミではもう、あの、ブブーって出てね、あの、あれ買えなかったって思ってるんだけど、実はちゃんと買えてるんですよね。今回ちゃんと買うね、あの、演出がありました。隣にじいさんがいますけど。あれ？ずいぶん早いな。開けろーってね、やりたかったんだけど。逆に壁を先に開けられてしまった。この人も調合の調合使えるのか。
そういえばこの音楽ね、曲オープニングの、あ、メインテーマか、メインテーマのあのアレンジか、うすうす感づいてはいたけど、火力戦。断定されてんのが、あの、すごいな。ね、そのウェアウルフとかいうやつと一緒にいたわけでもなし。火力戦も結構厄介なとこなんだよね。あの、仕掛けがね、ちょっと、いろいろあってね。またディフェンされとる。そうなんだよね。あの、この後のあれにもね、つながるんですよね。だからそれとね、要は一つになってるから。よく燃えないな、これ。あの、本とか。通して。この辺のね、あの、建物構造はちゃんと覚えた方がいいですよね。女王様、いきなりとこが多すぎます。ウェアウルフも、人間じゃないですよね。狼がね、あの、人の心を二足歩行してるような、そういうなんか、あの、種族みたいですね。もう一回ちょっとカルナック。値上げをされてしまいました。だからね、あの、一番ね、高いミスリルハンマーか、ね、一番いいや、あの、防具をね、買うのが、まあ、上等手段なんですけど。ちょっと、この後のさ、ね、挑む、火力戦の挑む、ね、メンバーも、とか、ジョブか、それも、イカズチをロット一つ。これさ、あの、値上げ前は200円だよ、300ギル切ったよね。相当値下げしてやな、これ。やばいな、この物価上昇率。これ確か、あの、何も買わずにキャンセル、した場合もね、あの、ヒットられてしまうから。あ、そして、ラケードのね、魔法ですね。
これはもう、もう真っ先にね、買うべき。キアルラ・レイツ。コンフィは買えない。軸も、まだじ、ね、解き戻しになってないのに、ね、さっきも買っちゃったから。ま、また白間に。そう、癒しの杖と、エルフまた外れる仕様が、スーファミの時から鬱陶しい。ある意味、これも伝統だな。じゃあ他のジョブもちょっと変えてみますね。じゃあここでね、あの盗んだ、ものを中心に売りましょう。と言っても、あんまり売れるもんないな。アシュラはね、まだ侍がね、まだなので、これをまあ非売品でもないし、一旦売って金にしてもいいんですけど、少しこの辺をフレイルも、一点もでしたっけ。で、全部は売らないで、一つはね、残しておくっていう。コレクション魂。でも、それで買えるものはあんまりない。ロードソード、まあ、これで、銀の胸当て。上がったね、防御。これでね、行ってみましょう。ファリスがね、青魔同士のままなのは、ちょっと理由があって、まあ、またラーニングするかですね。目的のものをラーニングしたら、ね、すぐね、文句に戻します。魔法剣士もいいかもしれないな。火力戦の BGM って、スマホの時からすごい勇ましいですよね。さあ、ここからね、結構長くなるから、あと一気に行きたいですね。ちょっと、兵士に話しかけてから。全員話しかけたら気が済まないんです。RPG では。結構ヒントを言ってくれますね、これ。だからね、こういう人にね、話を聞くのはやっぱ大事です。来ました。そして早速敵が登場で、早速ね、この目的の敵が現れましたね。あー、違う、今癒しの杖使ったつもりだった。こうね、確かこいつエアロがすごい効くんだよ。
他の魔法はあんまり効かないんですよ。もっとガラガラしそう。ちょっとこれ時間かかるな。きたー、フラッシュ、はい、これでね、あのサングラスかけた状態になれば成功です。じゃあ、あとエアロを倒しましょう。強い。ラーニングしたんで戻します。でもあのグラサンかけた状態になっちゃったからちょっと戻った方がいいかもね。次はここで魔法剣士に、ちょっとハリスの魔法剣士のグラ変わったかな。とりあえずあの小部屋だけちょっと物色していくか。釣りのことは早速そう。エリクサー、じゃまだちょっと暗闇状態なんで、まあ、目薬使ってもいいんだけど使うか。あ、あの全くないのか。これは失敗したんだ。じゃあ一旦テントで。いやでも結構先だったよな。一旦戻って目薬も買い直します。はい、アイムバック。エレベーターを使ってね、進んでいきます。多いな。で、吹いた1体だったらちょっと戦おうと思ってやけど。あと塩化率高い。おっと、このポルターガイストも盗むと結構いいんだよね。ハイポーションをね、そう盗めるんですよ。で、あとこいつはアンデッドなんで癒しの杖で攻撃できますね。おお、なんかちゃんと呼ぶ演出がありましたね今。そしてこのモトロトラップはね、エーテルを、落としてくれるんですよ、ね。落とすっていうか、まあ、盗む。しまった。しかも今、レナが、今、麻痺ってやから、すぐに蘇生できなかった。本当は2つエーテル欲しかったけど、またやられてもあれなんで、見習い戦士がアンロックされました。キアル3回掴んだったら、キアルラで全体の方が良かったな。
ちょっとこの辺からね、道が分かれて複雑なんですよ。これは、うん、違う方から来ないといけない。逃げる前に、ね、盗んでから逃げる。OK。しかしな、これ、ちょっと気になったけど、順番が一定しませんね。ターン回ってくる順番。ね、素早さで言えば、シーフの、ね、バッツが一番早いはずなんですけど、41、28、24、41、あ、魔法剣士も早いんだよね。あ、よし、OK、グリーンベレーゲット。なかなか強いね、頭装備です、ね。じゃあもう一回、ハイポーションとエーテルを、ね、全部盗みましょう。おっと、混乱しておる。盗み失敗しとる。サンダラ、はい、強い。やっぱり機械にはサンダー系ですね。レベル10に上がったか。まず、うん、ここのルートは、まあ、OK。 じゃあ次ですね。どうやら逆方向でした。一方通行でしたね。ということは、4つの穴に、ね、今度は入っていかなきゃいけない。そう、先はそうベルトコンベアになってて、もう勝手に進んで、ああこれは外れですね。そして鉄筋でできてしまう。ちょっと気になるな、これ。順番が一定しないの？なかなかちょっとこれ、ね、戦略が立てづらいです。意外とで、こういうところ、5はかなりシビアにプレイできたんで、ね、素早さ調節したりして。それがないとするとね、ちゃんと自分の目でね、確認しながらやらないとね、仕様が変わったのをね、嘆くんじゃなくてね、ちゃんと対応していくのが、ね、現代社会の生き方である。はい、盗賊の固定。これがね、非常に便利な。盗む成功率が非常にアップするね。ありがたい。あ、これ戻りだな。ただね、実はレア盗みのね、確率がちょっと落ちるっていうね、デメリットもあったりして、意外と一長一短なんですよね。はい。まあ、レア狙いの時は、うん、まあ、外してもいいのかもしれないな。まあ、レアバックだけの敵もいるからですね。その時はまあ、どっちも別にいいんだけど。ね、両方ある時は、意外と邪魔になるかもね。ね、ここ。お、ここは。あ、さっきのとこですね。意外と煙火の反転は厳しい。こんな狭い部屋でも。
あ、セーブポイントでした。ってことは、ここは正規ルートですね。ちょいちょいちょっと忘れてるな。さすがにね、あの FF5 だけをずっとやってきたわけじゃないですか。最近はね、ドラクエ10の方が、あのやる時間の方が圧倒的に多いです。このレバーを、ね、使って開ける先には、もういや、逃げるわ。あんまりね、あのアイテム持ちすぎて前なんで、円月輪、これでね、あの、シーフを、ね、前列で出さなくてもよくなるんです。投擲なので、後列からでも、ね、ダメージが変わりません。ということで、全部回ったような、これで。ここまでのエリアで。